皆様こんにちは、大阪在住の歌声喫茶クリエイター稲見かなきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。私はですね、現在、関西の7つの市区町村で、活動させていただいております。歌声喫茶という言葉をですね、もちろんご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、おそらく聞きなじみのない方もいらっしゃると思いますので、簡単にご説明させていただきたいなと思います。歌声喫茶はですね、高齢者の皆様に、こういう例えば公民館とかですね、集会所とか、あるいは喫茶店といった少しそこまで広くないスペースに参加者の皆様にお集まりいただいて、僕がですね、こちらにある電子ピアノを持ち込んで、生伴奏で、参加者の皆様に一つの歌をみんなで歌っていただくと、こういった簡単に言うとイベントでございます。で、まあ歌う曲というとですね、割とこの難しい曲とかですね、こうマニアックな曲歌うんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、もうごくごく皆様がよくご存知のですね、昔ながらの童謡唱歌とかですね、あるいは、昭和から続くこの歌謡曲とかですね、あるいはこう歌声喫茶の中でも古くから耳なじみよく歌われているすごく楽しい歌をですね、たくさん歌うというこういう場所でございます。時間で言うとですね、だいたい1回の歌声喫茶がまあ1時間から2時間弱でしょうかね。で、特に私歌声喫茶なんてやっておりますとですね、私歌うの苦手なんだけど、そんな言って大丈夫かしらっていうご質問もいただくんですけど、これ大丈夫なんですね。歌声喫茶っていうのは一人の方が無理やり出て歌ってくださいっていうこういうカラオケみたいなことはいたしません。あくまで参加者の皆様全員で一つの歌を歌うというのがこれ基本でございます。なのでですね、多少声が出てないとかですね、あるいは音程が下がってるな、音程がちょっと取れない、音痴だわっておっしゃる方もですね、もう最初はですね、もうすごく楽しくこの伴奏の中に身を委ねていただいてですね、楽しく参加いただけてますしですね、はい、例えばですね、僕なんか今大阪の大使町というですね、ところにちょっと行かせていただいてるんですけども、そこですとですね、公民館ではなくて、なんとですね、お寺さん、お寺ですね、お寺のなんと本堂をお借りして、もう仏様がここにまさに目の前にいらっしゃる前で参加者の皆様と僕がピアノを置いて歌声喫茶なんてこともですね、やってるんですね。で、やっぱお寺ですと木造ですから、すごく声もよく響きますし、皆様リラックスした雰囲気でね、1時間2時間楽しく歌って帰っていただけるというですね、とにかく、まあ、楽しく歌って元気になろうというのがこの歌声喫茶の大きな特徴ですね。で、それからまああと参加人数、だいたい1回どれぐらい参加されるのって方もいらっしゃると思うんですけど、だいたいですね、まあ、10名から一番少ないのですと、まあ、10名ぐらいから始めまして、まあだいたい多くても30名、だいたい10名から30名ぐらいの間でですね、そこまで広くないスペースでできるというのがこの歌声喫茶の大きなメリットかなというふうに思います。で、まあ、具体的に言うと、例えば童謡唱歌で言うと、今の時期ですとね、里の秋とか、赤とんぼとかですね、歌謡曲で言いますと、まあ、昭和初期で言うと、そのリンゴの歌とかですね、あるいはまあ、中期で言うと、まあ、高校3年生とか、ああいった有名なこう歌謡曲をですね、全員で歌っていくという、そういったイベントになります。はい。よろしくお願いいたします。それでですね、私は歌声喫茶クリエイターと名乗らせていただいております。これはですね、主には歌声喫茶をそういった音楽をもちろん歌を楽しんでいただくっていう場なんですけれども、それだけではなくてですね、歌を通じて高齢者の皆様に健康寿命を伸ばしていただこうと、具体的に申し上げると、まず大きな声で歌うというところがまずテーマですね。大きな声で歌うとですね、日頃やっぱりお一人暮らしなんかされてる方ですと、なんかいろいろとこううつうつとしたね、重たいこう不安な気持ちが溜まっていくと思うんですけど、歌によって大きな声を出してストレス発散して、で、それがですね、いわゆるストレスが解消されるっていうことは、やっぱりいろんな病気を解消するっていうことは、これはまあお医者様ももちろん言われてることなので、そこから始まりまして、歌を歌うことで心肺機能を高めたりとか、
そして先ほども申し上げたように10人、20人、30人って方が集まりますから、歌を通じてお友達をたくさん作って、この一人ぼっちにならないようにっていうことですね。やっぱり人生なんでしょうね、友達がいないとね、なかなか楽しめないなと思いますので、そういった形で歌声喫茶を通じて皆様が自立した生活を送られて、さらに楽しく豊かな人生を送れるようにということで、健康寿命を伸ばそうという取り組みを普段させていただいております。はい。で、そもそも私はですね、大阪音楽大学というところを卒業しまして、そもそもですね、僕6歳からピアノを習っておりましてですね、もう今年で、33周年、こんなこと言うと年齢がバレてしまうんですけれども、とにかく長くピアノを弾き続けてまいりました。で、ちょうど大学を卒業するときに、たまたまこの歌声喫茶で、ちょっと勤務するというご縁をいただきまして、歌声喫茶の中で、いろんな方に叱咤激励をいただきながらですね、司会ですとか歌ですとか、あるいはピアノということをですね、大体もう歴史でいうともう今年で20周年でございますから、20年ぐらいそういった場でずっと活動してきました。またですね、僕はある時は中学校で音楽の先生もしていましてですね、そういう時期は学校で子供たちに向けてね、合唱の素晴らしさとかですね、楽しさを教えていたんですけれども、やはりですね、ある時、この歌をですね、よりたくさんの方に、子供たちだけじゃなくて大人の皆様もね、ご高齢者の皆様もたくさんの方に楽しんでいただきたいということで、もう一度ちょっと歌声喫茶の道に戻ろうということですね、一念発起いたしまして、今に至るということでございます。ということで、今日は自己紹介ということでゆっくり喋ってまいりましたが、ぜひともですね、また私の活動や、そして皆様どうすれば気持ちよく楽しく歌えるか、そして声が出せるかということも、この動画の中でたくさん説明していきたいと思いますので、どうぞ、末永くよろしくお願いします。ありがとうございました。この動画を気に入っていただいた皆様は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。